出れない状況になるんであれば、うん、望まれるところでプレーしたいっていう思いがあったっていう。で12年の6月引退発表、はい、リードして決まって最後こう、まあ、使ってくれるというね。監督が その時にコーチにあと何分あるんだ、うん、4分ぐらい、はい、まだそんなんのかっつったの。潮時だなと、うんうん、あの2005年6月に名古屋グランパスに移籍されますけれども、うん、これジュビロを離れて名古屋に移籍、うん、はい、これはきっかけは何だったんですか。まあ、単純にチームが違う方向に舵を切ったことが自分は分かったし、うん、試合でこう出れない状況になるんであれば、うん、自分がまだだいぶいけると思ってる時に移ろうと思って、はい、うん、なんか当時すごくこう移籍するのみたいな、ね、はい、その移籍がこう今ほど活発じゃない時代だから、はい、よくみんなはお前が最初に出たからいろんなバランスが崩れたみたいなこと言うんだけど、はい、でもいつかは出るでしょみんな、はい、それがたまたま、まあ、僕が早かったっていうだけ。うん、ちなみにレッツからのオファーっていうのはどのタイミングで来たの。その時、その時、うん、だから、まあ、今 の, そのいろんなあれを振り返ってくれたら分かると思うんだけど、レッツと名古屋がすごくこう熱いオファーがあって、うん、レッツの、まあ、当時社長犬飼さんが、はい、もうその花火が大きかったっていう、うん、で選手だからそんな細かい情報なかったから、うん、はい、あ、オファーあんだと思って、うん、やっぱり最初にオファーがそんなにくれるところにやっぱり行って望まれるところでプレーしたいっていう思いがあったっていう、うんうん、ところがやっぱりこういう、まあ、俺たち今はもうある程度わかるから水面下でいろんなことがなされてて、で最後ジュビロの社長さんに君は残るか名古屋しかないんだって選択が、うん、それはいろんな事情だって言われたから、うん、まあ事情だんだろうなと思って、はい、その事情があるんであれば新しい場所でサッカーしたいですって言わないと、うん、ここまで選手の移籍の話を分かりやすくしてくださるというか、年谷さんぐらいですよね。本当、はい、そして名古屋に移られてから、うん、まあ、ボランチが基本のポジションだったと思うんですけれども、はい、2007年にはフォワード登録以外の選手で初めて J1 100ゴール記録されました、はい、名古屋の時代を振り返っていただいていかがですか。名古屋はね、そのいろんなポジションやったし、いろんなポジションって言っても、まあ、後ろもやったってことね、はい、それはオランダ人の監督が、はい、ボールを大事にしてこうパスをつなぐサッカーで、うん、その守備的な選手を置くというよりゲームを作れる選手を置きたいっていう、うん、そういう思考から僕はやったんだけど、はい、サッカー楽しくできたっていうのと、うん、あとこっからっていうチーム作りのそういうスタートでもあったし、うんうんうん、あと面白かったのは若い選手が勢いがある選手が後の代表選手になる選手たちがすごくいっぱいいた。それがジュビロってあの時はもう僕らは晩年にかかってた選手を自分は横で見てて、あ、自分も落ちてきたんだけど彼も落ちたなとかって思いながらやってって移籍、うん、そしたらもうやっぱり勢いがあるからどんな選手になるんだろうって楽しみながら見てた。うん、まあ、その代表格は本田圭佑。ああ、圭佑。本田圭佑が星稜からグランパス来て海外でサッカーしたい、うん、すごいなと、うん、高校卒業して入ってきてまだ大してプレーしてないのに海外行きます、はい、どこ行ったらいいですかって。その時自分はオランダしか知らないから、はい、監督もオランダだし、で俺もオランダ知ってるしステップとしてはオランダいいんじゃないって言って、うん、で圭佑、あのまだそんな実績ないから監督についてく しかねえだろっていうようなことを話して、うん、いけんですかね僕、うん、いけるよ、やっぱ自信つけたいじゃん、はい、で彼が行って、でその時に川島英二もいて、あ、うん、英二もいて、奈良崎聖吾と川島で、そうか、ゴールキーパーがすごいレベル高くて、あ、はい、移籍してシュート練習やっても入らないの、うん、あ、こんなにゴールキーパーのレベル違うんだと思って、はい、っていうのが、まあ、名古屋で、でそんなやって1年、そしたらユースのキャプテン吉田麻也がいて、夏の全国大会に行く前に僕らの前でみんな挨拶してくれた、はい、吉田麻也ですって全国に行ってたんで、
なんて立派な男なんだと思って高校生で大きいし、はい、それですぐ来たのトップ昇格して、はい、でその時センターバック正直名古屋センターバックそんなに盤石じゃない選手たちだったの、はい、で前に前絶対すぐ出れるからもう自信持ってやれってなんていう話をしたら、うん、もうあっという間に世界に出てって、ね、はそれぐらいもう最初のインパクトでこういう選手だよな代表に入って世界でやるのはっていう、うん、若かりし頃のジュビロの選手たちのようなもうその時は最初から外国でやりたいっつうか、うん、だからもうその時代でそうですね、うん、それもきっとJ リーグの先人たちが、うん、そうプロの先人たちがこう作り上げてきたものですし、うん、もっと前で言えばその、はい実業団の頃からっていうところの歴史ですもんね、うん、その走りのあれかな、うん、そして2009年、自身初となる J2 挑戦、はい、これルアッソ熊本に移籍されましたけれども、はい、これ移籍はなぜ熊本を選ばれたんですか？まあ、現実的な話しちゃうとそんなにオファーがなかった、うん、その中で熱烈なラブコールを送ってくれて、うん、やっぱり今でもそうだけど求められるところでやりたいっていう思いってすごく持ってて、うん、だから当然だった、ねうんうん、あの葛藤みたいなものありました？ものすごくあった。やっぱり分かると思うけど当時の熊本に行くって言い方はすごい悪いけどどこに行っちゃうのっていう大丈夫かぐらいなそこにあるのかみたいな、うん、そんな感じだったから、うん勇気振り絞って行ったけどすっごいいい時間だった。まあ、当時は熊本もできたばっかりですから、だから本当に今の J3 の駆け出しのクラブって感じ、うん、そうですよね。 今はそのロアソ熊本っていう名前はもうすごい立派で全て整って、はい、でも当時は洗濯物も自分でやられてたんですよね。もうねそのなんか今で言うと恥ずかしいけどそれが一番カルチャーショックだった。やっぱそうか、うんうん、シャワー浴びて、はい、あれタオルどこですかとか言ってやっぱりタオルは自分で持ってくるんだって、はい、そんな感じだったの。いやもうこれは、まあ、サッカー選手としてはすごい恥ずかしいよね。今思えばその社会性がないっていうか、はい、何をね勘違いしてんだって思うけど、はい、やっぱり数年、はい、3年、うん、やってそうなっちゃったんでね染みついちゃったんでね変な。いや、わかります。今はもうねもうものすごくまた全てをこう、はい、理解してます、はい、当たり前に自分のこと当たり前のやるだけなんですけど、うん、当時はあの選手の時は全部揃ってるんですよね、はい、ロッカールームがあって、うん、洗濯物がもう畳んでおいてあってだからやっぱりなんとなくあるべき姿にもう一回その戻ったっていうのと、うん、やっぱりその時もその環境をこう変えたいっていう思いがやっぱなんかあったんだよねマインドは。そうですよね。そう、うん、だからやっぱり要求することもした、うん、そうは言っても洗ってほしいとか、うん、で洗ってくれるようになったし、おーでチームバスも最初なんかなかったから、はい、いやチームっていうのはやっぱバスもやってくれたし、はい、いい時代をみんなでこう作り上げたかなっていう。うん、まあ、移籍1年目2009年ですけれども、うん、はい、50試合、うん、すごいですね50試合も出て。それはね悔やむのは1試合出なかった試合があるのね、はい、その試合最初に、ね、加入して5試合出た時に監督がもう、はい、今いい年だから、はい、5連戦したから1回休めばって言って、はい、監督いいんですかって温泉でも行ってこい、はい、で大体そうやって使われるんだと思ったの、はい、5試合ぐらい出て、はい、外してって、はい、で温泉行って、はい、また合流して、はい、でまた7試合目から行ったんだけど、はい、そしたら監督がもうできそうだからあと全部出てくれと早いですね。監督だったら出るの好きだったから、はい、あと1試合って多分全部出たから、あ全51試合中の50試合出たけど、そう相手がちょっと休んでリズム作ってやっていくみたいな、監督の配慮でその時を外れたから、はい、なんか本当に何だったら全部出たかったなっていう、うん、はい、あ面白いですねそのエピソード。温泉で結果を見てたっていうさ、なんかだからもうちょっとやっぱり
晩年ってことだよね、それはね。そして翌年の2010年は25試合ロアッソの主力として活躍されました、うん、2010年には指導者ライセンス、はい、A 級のジェネラルをですね、はい、取得されまして、現役時代からやっぱりこれは指導者になりたいと思ってこれ取りに行かれたんですか。あの全部準備しようかなと思って、自分にそこの才能があるかどうかなんか全く分からなかったし、だけど準備をしようと思って、うんはい、そういう時間もやっぱりできて、心の余裕とか時間もこう余裕ができたんだろうね、はい、でクラブもそういう方向で考えてくれたし、うん、そして2011年にはジェフに移籍と、はい、で12年の6月引退発表、はい、引退の決め手は、名古屋時代のコーチがドワイトが監督になった、はい、で最後ので一緒にやるかって言ってくれて、でやっぱりオランダのサッカー好きだったし、はい、入れてくれるっていうクラブでプレーしたかったっていうので行って、でまあほとんどプレーはできなかった。たまにこう気を使って出してもらったっていうのがすごいこう伝わるようなシーンがこうあったし、で引退をこうその言葉で決めたような言葉もあったから、潮時だなと思った、なんて言われたんですか。それはね、はい、大体ベンチでしょ、はい、それでリードして決まって最後こう、まあ使ってくれるというね、ゲームを締めるような、はい、その状況で使ってくれて嬉しい、やっぱそれでも出たいから嬉しいと思ってユニフォーム着替えて、で、ねはい、で監督が行けっていう感じ で監督が その時にコーチにあと何分あるんだ、アディショナルタイム、当時ロスタイムって言って、はいはい、4分ぐらいあったの、はい、まだそんなんのかって言ったの。これはショックだったね、自分はそれ聞いて。ってことは僕に4分はな、 1,2 分で使ってあげようぐらいに思ってたっていうのがなんとなく察しがついたの。もうそれは迷惑だなと思って、まあもうこれは終わりだなと思ったでもトシガさんそういうところではなんかあれですよね、気遣いの人なのかなって僕はちょっと今思いましたけど、小学校時代全然そんなのなかったけど、だからだん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 その年々ね、やっぱりこうやっぱりいい方向に進みたいなと思ったのかな、でもそれはきっとなんかご自身のっていうことと、あとはチームのっていうこととか、いろいろなこうもう昔は人のこと考えなかったもん、まあ、だからオフトがそんな怒ったんだろう。一番ね傷ついたのは、はい、前にボール一つやって渡しとくからやっとけとサッカー、はい、あと10人もう一個でやるからとか結構でしょ、プロだよ、はい、プロ選手だよ、はい、俺なんかこう泣きそうになるじゃない、はい、まだ22歳で、はい、みんなよくクスクスって笑ってんのあいつまたやられてるとか、だからやっぱなんていうわがままだったね、自分勝手とか。でもやっぱそういう こう選手時代を経て、ここからそのサッカー引退されてからのお話になるんですけど、2ヶ月後、2012年の8月にオランダのフェンロと単年のコーチ契約を結ぶわけですよね、半年練習生だよって言われて、コーチで練習生ってあんのと思うでしょ、はい、2017年にはフェンロがオランダ2部を優勝、今でもサッカー人生の中でその97年の優勝とこれがやもう飛び抜けて嬉しい。そして2022年9月にジュビロ磐田のスポーツダイレクターに就任、まさか戻ると思ってなかった、情熱はロファーだったから一旦戻ろうと、